こんにちは、カオルンです。今日はですね、スマートフォンに取り付ける外部マイク、こちらをねレビューしていきたいと思います。この外部マイクを取り付けるだけで自分の声の質っていうのがねすっごい良くなるんです。こう質の高いね動画を出してる YouTuber さんとかはね、だいたい2パターンしかなくて、ビデオカメラの機能が入った一眼レフのカメラ、またはね今回のようにスマートフォンに外部マイクをつけている方っていうね感じの、だいたいね2パターンなんですよね。ただ最近のねスマートフォンもかなりマイクの音がいいので、正直ね僕もね買わずに直接ね iPhone 13 Pro でね撮ってたんですけど、なんか使い勝手がねいいワイヤレスイヤホンみたいなね外部マイクがあればいいかなってね思ってたところに、ちょうどねこちらが登場しましたんで紹介していきます。それがこちらです。ドン！ JBL のクオンタムワイヤレスでございます。イエイ！どうですかね、めちゃめちゃワイヤレスイヤホンみたいでね、かっこいいデザインじゃないですか。僕はね今回もこれで一目惚れしてね、もうゲットしようってね思いました。しかも今回はね大所の JBL さんがね出してくれたマイクっていうところで、なかなかね大所のメーカーさんがワイヤレスタイプのねマイクを出すっていうのはねない気がするんですよね。で早速ね基本スペック行く前にですね、こうせっかくなので比較というところで iPhone 13 Pro スマホでそのまま撮った音と、あとね今回の JBL のクオンタムワイヤレスで撮ったもの、このね2種類をですねこの話をしながらねこの後交互にね切り替えていきますので、ぜひね皆さん話の内容をね聞いてもらいながらね、このね音の違い比較もねしていってください。そしたらまずは基本スペックから見ていきましょう。どうぞ。はい、基本スペックやっていきたいと思います。まず値段が 14,300円となっております。全方位360度集音可能なワイヤレスタイプのマイク、マイク本体は簡単にねこんな感じで胸元に装着できて、そしてドングルはねスマートフォンまたはね PC に挿すだけのね簡単、そして使い勝手がねとってもいいです。外で撮影した時のね風切りを抑制してくれる風防シールドもついております。外出先でもね場所を選ばず撮影可能です。ドングルはねタイプ C 対応のね機器に挿すことができます。なので Android とか、あとはね iPhone15、 そしてね PC なんかがね使えますんで、ちなみに注意しますと iPhone14 以下はねライトニングのね端子になってますんでね使えないので、そこはね注意してください。伝送距離は 100m、 自由にね動き回ることができます。連続録音時間はなんと6時間、ケース込みで24時間ね使うことができます。さらにタイプ C なので急速充電にも対応しています。15分ね充電することで1時間ね録音することができます。アプリで EQ 調整、マイクゲイン、ノイズ抑制、オートミュートタイミング、 LED 輝度調整が可能となっています。はい、デザインの方一緒に見ていきましょう。どうでしょうか、この見た目、ワイヤレスイヤホンにね、めちゃめちゃ近くないですか？以前にね、紹介しました、ファーウェイのフリーバッツ5っていうね、イヤホンがあったんですけれども、あれ？これとね、ほとんど同じ大きさだなと思って、こうやってね、比較するとどうですかね？ケースを開けてみると、イヤホンの L と R みたいな感じで、マイクとドングルが入っています。このワイヤレスイヤホンみたいなデザイン性に僕ね、惚れちゃったんですよね。ただ外で Vlog 撮影する時のこの風切りを抑制する風防シールド、こちらが本体のねマイクとは別のこう紙袋に入って持ち運ばなくちゃいけないので、ちょっとね持ち運びにくいっていうところで、こう2つがねなくならないように管理をしなくちゃいけないっていうところが、まあ一緒だったらいいかなとは思いましたね。マイク本体にはマイクミュートもついています。好きなタイミングで1回押してもらうとマイクミュートになります。あと今回タイプ C が対応しているスマホのみねこのドングルが刺さりますんで、 iPhone の14以下をね使っている人はねちょっと使えないんですよね。僕もね iPhone 13 Pro なんで使えないんですよね。なので今日撮影している時は Mac に挿してね撮っています。まあ世の中がこうタイプ C 対応のね製品をねやっていこうっていうね主流になってきていますんで、まあ妥当かなとは思うんですが、 iPhone 14 以下をね使っている方は使えないので注意してください。
はい。そしたらね、ここまでね、こうレビューしていった中で、次ね、音のね、こう感想を言っていきたいんですけれども、まずはですね、この切り替えた感じ、皆さんどうでしたかね？最後にね、復習として、もう一個ね、比較用のこうテストのね、録音を流しますので、これでね、復習してみてください。さあ、ここが駅前に新しくオープンしました、二郎インスパイア系のラーメン屋さんになります。ここはなんと他で類を見ないステーキから出汁を取ったラーメン屋さんということで、かなりパンチの効いたがっつり系ラーメンとなっているようです。味もステーキソース、唐辛子、もみじおろしの3種類から選べます。果たしてどんな味がするのか、早速見ていきましょう。さあ、ここが駅前に新しくオープンしました、二郎インスパイア系のラーメン屋さんになります。ここはなんと他で類を見ないステーキから出汁を取ったラーメン屋さんということで、かなりパンチの効いたがっつり系ラーメンとなっているようです。味もステーキソース、唐辛子、もみじおろしの3種類から選べます。果たしてどんな味がするのか、早速見ていきましょう。はい、どうでしたかね。正直ね、僕の個人的な感想なんですけど、スマホも JBL のマイクもあんまり大差ないっすね。どちらも明瞭にはっきりとね、聞こえてましたよ。多分ね、最近のスマホはね、音がいいんでしょうね。なので、ここ2、3年でね、最新で発売しているスマホを持っている方、そういう方はね、外部マイクもしかしたらいらないかもしれないですね。ただ、昔のね、スマホでも、日本の方ってね、iPhone 持ってる方多いですよね。多分昔のスマホだと、iPhone ね、ライトニング端子になってしまうので、やっぱりね、使えないんですよね。じゃあ今回の JBL のワイヤレスマイク、どういう方にね、おすすめしたいかと言いますと、Vlog をね、撮影する方にね、ぜひおすすめしたい。Vlog ってね、まあ家の中でもね、撮影したりしますけど、外もね、ありますよね。外だとね、動き回ったり、あとはね、カメラを固定して走り回ったりとかするじゃないですか。今回のね、JBL のマイク360度拾ってくれますんで、もうね、どこにいてもね、使うことができる。もうね、平等に音を拾ってくれる。さらにね、離れてもね、伝送距離100メートルなんで大丈夫ですよね。ちょっとね、離れてみましょうか。100メートルはね、無理なんですけれども、ちょっと隣の部屋に行ってみたいと思います。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、隣の部屋に移動しております。マイクテスト、マイクテスト。隣の部屋に移動しております。どうでしょうか？マイクの音。一定に聞こえていますでしょうか？綺麗に聞こえていますでしょうか？マイクテスト、マイクテスト。綺麗に聞こえていますでしょうか？マイクテスト戻りますよ。どうでしょうか？今戻りますね。戻ります。はい。はい、戻ってきました。はい、戻りました。まあ、隣のね、部屋に移動してもね、全く音問題ないですよね。ということで、Vlog をね、撮影する方、あとはね、今後ね、Type-C のね、スマホどんどん出てきますんで、今のうちにね、1台確保してもいいのかなとは思います。はい、そしたらですね、最後、外でね、Vlog を撮影した場合、こう、周りのね、音がね、うるさい、こうね、騒がしいっていうのがね、あるかもしれないので、こうね、その場合を備えて、駅の構内を模したね、感じでスマホで撮ったもの、あとね、この JBL のマイクで撮ったもので、今からね、話していきたいと思いますんで、ぜひね、比較してみてください。まあ、これもね、あんまりね、どちらも変わらないんですけれども、なのでね、このマイクっていうのは Vlog で動き回る人にね、使いますよっていうね、感じになります。どうぞ！駅前に新しくオープンしました、二郎インスパイア系のラーメン屋さんになります。ここはなんと他で類を見ないステーキから出汁を取ったラーメン屋さんということで、かなりパンチの効いたがっつり系ラーメンとなっているようです。味もステーキソース、唐辛子、もみじおろしの3種類から選べます。果たしてどんな味がするのか、早速見ていきましょう。さあ、
ここが駅前に新しくオープンしました二郎インスパイア系のラーメン屋さんになります。ここはなんと他で類を見ないステーキから出汁を取ったラーメン屋さんということで、かなりパンチの効いたがっつり系ラーメンとなっているようです。味もステーキソース、唐辛子、もみじおろしの3種類から選べます。果たしてどんな味がするのか早速見ていきましょう。はい、そうしましたら今回は JBL の外部マイククオンタムワイヤレスを紹介していきました。皆さんね、どうだったですかね。まずね、デザインがね、ワイヤレスイヤホンみたいにね、かっこよくて、そしてね、持ち運びやすいっていうのでね、とってもね、便利でしたよね。ここね、グッドポイントでした。さらにワイヤレスっていうところで Vlog にねとっても最適、動き回る人、あとはね外で撮影する人なんかはね特におすすめしたいです。まあ今後ねタイプ C のスマホね主流になってきますんで、よかったらね今のうちに1台ねいかがですか。今回の JBL のクオンタムワイヤレス、こちらねまだね紹介できていないポイントねいっぱいありますんで、よかったらね下の概要欄からねチェックしてみてください。そしたら今回もカオルンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルンチャンネル楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っております。よかったらね今後も応援お願いします。そしたらまた次のカオルンチャンネルでお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。